はいどうも皆さんこんにちは、ナオトです。さあ本日もですね、自宅のバーベキュー場で美味しい外飯やっていこうと思います。なんか最近日本の南の方で台風がね、結構えらいことになってるみたいなんですけども、俺もね、去年のちょうどこれぐらいの時期か、台風で千葉県大打撃を受けましてですね、台風通過地域の方はね、備えだけはしっかりして、本当に気をつけてくださいね。で今日はですね、朝から結構ゲリラ豪雨打ってるんですよね。もう雨がザーって降っては晴れて、ズバーっと降ってはもう持ち直しみたいな、ずっとねそんなこと繰り返してるんで、ちょっと早めにちゃちゃっとやっていこうと思います。で本日使う食材がこちらです。馬肉約 250g でございます。しかもこれね、柔らかいヒレです。本日はこちらの馬肉を串に刺して焚き火に放り込んで叩きにしていただこうと思います。でその馬肉の叩きをどう食べるのかと言いますと、こちらを使います。これはですね、香味野菜とか、あと出汁の出るようなものですね、それを醤油に漬け込んだ特製旨味醤油でございます。ではまずはね、この特製旨味醤油の仕込みからご覧ください。はい、では特製旨味醤油作っていこうと思います。使うものはこちらです。出汁昆布、スライス椎茸、乾燥椎茸ですね。で、国産ニンニク、あとネギの青い部分です。そして、漬け込む醤油がね、なんか包まれてる良さげな醤油使います。これ1本で700円ぐらいのやつかな。ニンニクは半分にしときましょう。続いて青ネギ、まあ瓶に入れやすいように適当な大きさにカットします。そしたら瓶にだし昆布、だし強めにしたいから2枚ぐらい入れとこう。乾燥しいたけも多めに、めっちゃ入れとこう。そしてニンニクも入れて、あとは青ネギを詰め込んでいくと。そして醤油を入れます。醤油がね、大体半分ぐらいしか使ってないんですけど、これで昆布とかね、乾燥椎茸とかがこう戻ってかさが上がってきたりとか、あとはこのネギがしなしなになって下に落ちてったりとかで、だんだんいい感じに全体が浸かってきますんでね、このまま冷蔵庫で 3、4日ぐらいですね、漬け込みます。そしてあれから4日ぐらい漬け込んだものがこちらですね。これ匂ってみると、あーすごい強烈なネギとニンニクと醤油の香りですね。こんなんで馬肉のたたき食べたら絶対うまいでしょう。ではこちらの馬肉、串に刺していくんですけども、これせっかく生で食べれるやつなんで、カットして3分の1ぐらいは生でいこうと思います。こんぐらいかな。これは生でいただきます。で本来ならね、たたき作る時に軽く下味つけたりするんですけど、今日はせっかくね、特製うまみ醤油がありますんで、下味はなしでいただこうと思います。もう串刺してるだけでね、柔らかいのがわかるわ。スルッと入っちゃうね。では焚き火いい感じになりましたんでね、炙っていきます。
そしたらこれをすぐ冷まします。この炙った端っこの部分は胃袋に捨てます。あ、うまはい、お待たせいたしました。馬肉のたたき、馬刺し、特製旨味醤油でございます。ではまず、馬刺しから、いただきます。うんめえ、この馬刺し。この癖がなくて、旨味が濃くて、もうさらにめちゃめちゃ柔らかいの。これほんと馬刺しにしか出せない味ですよね。で、この特製旨味醤油最高。ニンニクバッチリ効いてるし、青ネギの風味も立ってるし、このしっかりね、こう出汁でこう舌を支えてくれるような、馬肉のね旨味を支えつつもさらにこう引き立ててくれてるみたいな、もうこれは醤油っていうより、もうむしろタレっていうか、もうソースみたいな、そんなレベルの代物ですね。じゃあ続きまして叩きいきましょう。うん、焚き火で炙った香ばしさがね、またよく醤油と合いますねこれ。マジかよ、超うめえじゃん。この醤油大正解だな。まあもちろん馬肉も美味しいですけど、これはいいね。ここはもう一本行くしかないでしょう。今日はレモン堂です。はい、では皆さん本日もお疲れ様でした。乾杯。この暑くて汗かきながらやってる中、レモンはいいね。うめえ。あ、馬肉にレモンサワーって割と合うかもな。あの、結構馬肉って焼酎で行ったりすること多いと思うんですけど、このねレモンサワーもなかなかのもんですね。あの、すごい後口さっぱりにしてくれて、すぐ次がね食べたくなるって感じで、またこのオニオンスライスとね馬肉一緒に食べるのが美味しいんですよね。うん、玉ねぎと馬肉って本当に合いますよね。めちゃめちゃうまい。はい、というわけでごちそうさまでした。完食でございます。動画で馬肉食べるのは多分今回が初めてだったかもしれないですけど、やっぱ美味しいですね本当に。まあ居酒屋よく行くっていう人はね、馬肉結構食べる機会も多くて、まあそんなに物珍しいものじゃないかもしれないですけど、俺普段そんな飲み歩いたりしないのでね、あんまり食べる機会がないので、
久しぶりに食べたけどめちゃめちゃ美味しかったっすね。皆さんもね、いい馬肉が手に入る機会がありましたら、ぜひ、焚き火で馬肉のたたきお試しください。まあ、といってもね、やっぱ生食用のやつを使わないと、危ないかもしれないので、ちょっと値は張りますけども、生食用の馬肉を用意してくださいね。ではまた次回も美味しいもの食べていきますので、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローと、あとサブチャンネルの登録もよろしくお願いします。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。